いや、タッチコの部屋、第3回目の本日は、山口本部長の河野正史本部長になります。河野本部長は西村幸雄先生のお弟子さんで、山口刑務所の利用指導員として長年社会復帰支援に貢献されている先生であります。では、西村会長、よろしくお願いいたします。はい。こんばんは。あ、こんばんは。第3回目になります。今日は、山口本部長の河野正史さんと一緒に、まあ、ちょっといろんなお話をしながら、時間を過ごしていきたいと思います。私事ですが、パソコンが新しくなりまして、多少鮮明に私の顔が映っているかなと今までよりは、と思っているんですが、すいません。よろしくお願いします。お願いいたします。はい。じゃあ、まあ、もう、改めて話すような中ではないので、ちょっと逆に緊張してしまうんですけれども、そうですね。じゃあ、まずは、まあ、なんとなく最近の、まあ、河野さんの本部長の様子だったり、まあ、日議会の、ちょっと今山口本部の様子などをちょっとまずは伺えたらなと思うんですが、はい。今はどんな感じで皆さん活動してらっしゃいますか？あ、今山口は今前本部長、松原本部長をはじめ、今一人また復帰してくださったんで、今11名になっておりまして、まあ大体本部長はちょっと使用の用事で参加されないんですが、まあ、まあ、10名で、だいたい毎月1回、第2月曜日かに講習会を開いております。で、まあ、割合も55で、男性5名、女性5名でやっております。あ、じゃあいいですね。何をするにも。そうですね。はい。じゃあ結構出席率皆さん良くて。あ、出席率はいいです。まあ、悪いのが私がちょっと遅れたりとか、ちょっとえ、トルさんのお店でやるわけじゃないんです。あ、道具屋さんの。はい、そうですね。開館技術が掃除するときはうちでやって、あと道具屋さんの器具商の2階を借りて、やっております、はい。あ、そうなんですね。じゃあもう本当に定期的に。あ、そうですか。試験の講師の先生も会員さんの中に何人もいらっしゃる、ね。今いないです。あ、そうなんですか。あ、今、誰も、安倍さんとかも。あ、県って組合、講師。あ、組合の、はいはい、そう。山口県の講師。あ、いないです。そうですよね。あ、いないんですか？いないんです、今、はい。あ、そうなんですね。じゃあ、まあ、皆さんで、二次会、山口の二次会中心に勉強会をしてとか。そうです、はい。だいたい木曜日に私らが、まあ、一応執行部4名ほどで、まあ、木曜日、うち集まったり、まあ、安倍くんの店行って、まあまあ、勉強会っていうか、こういうことをしようとか、いろいろ練習はしおるんですけどね。で、まあ、年齢もちょっと上がって、時々ちょっと、今週は休もうや、とか、そういうことも多いんですけど、ね、まあ、抜け感大事なんで。あ、でもそこで話し合ったことを、じゃあ。そうですね。月曜日みんなで、はい、じゃあこういうことを勉強したいね。はい、じゃあ結構ディーラーさんの、なんかそういう外部講師を呼んだりとか、講習したりとか。あんまないですね。あ、じゃあ本当に内部で、内部だけで、はい、勉強したこと。あ、でもいいですね。はあ、そうやって皆さんでこう高め合っていける。一科目をもう4回ぐらいに、まあ3回か4回でやっております。じゃあ皆さんそれで盛り上がって。はあ、そうですね。ね、前に、学研ゼミで行かせた時も、女性の方でね、すごいやる気のある方がいらっしゃるとかして、なんかこう盛り上がってていいなぁとは思ったんですけど。まあ、山口は昔からね、こう、きちっとこうして、代々こう。そうですね。昭和先生から始まって、もうずっとこう、きちっとこう、ちゃんとやりますっていう感じで、こう、厳しく整っている本部なので、まあそれをじゃあ未だに受け継がれつつ、多少勇者を出してみて。そうですね。はあ松原本部、前本部長が、ちょっと若干、これじゃいけんちて、ちょっと緩くしてくれて、で、私で今一段と思ったら、ゆるゆる感じっていうか、もう、仲良し会みたいな。でもそれで皆さんがね、楽しくできる、うん、てか参加しやすくなるんだったら、
ね、いいんじゃないかいつなでとす。思いますはけど。ああ、じゃあ、なかなかまだまだ将来、楽しみというい。か。そうですね。うんね、皆さんがそんな風にやってるんだったら。はあ。あ、そうなんですか。わかりました。じゃあ、そもそもあれですか、河野さんは、なんでこの利用を、まあ、さっき、井上さんからも紹介後に、高校卒業して、うちに来てくはい。れたんですけど、そもそもなんで利用を、まあ、ご両親が利用やってらしたっていうのもあるんですが、は河野さんは2代目になるんい。二です代目か？です、はい。あ、で、なんでこう、利用やろうかなっていう思うようになったきっかけとか。ああ、最初は本当全くやる気もないし、まあ、特に母親はもうなんかやらんでとかっていう、まあ父親やってほしいっていうような気持ちはあったみたいなんですけどね。で、まあいろいろ、まあ、子供の頃からサッカーしようって、もうそのままサッカーの道に進むかなっていうような感じで、まあ、お世話になった先生方がそういう路線を引いてくださってたんですけど、なんか高校3年の11月に、なんかふと大学も行かずにこの仕事しようかなと思っ、なんかふとなんか思ったんですね、なんか。そう、話がちょっとまた前後しちゃうんですけど、河野さんはい。はあれですもんね。サッカーで結構優秀で、高校の時は全国に選抜されるぐはあ。らいそうで、だったんですまあ、よそれはちね。ょろっとあったんですけど。結婚式にはね、カズとか、武は田とかから祝電が来ちゃうぐらい、あ。すごいなって結婚式行った時に思ったんですはあ。けど、でも今そそれれ。で、まあね、もう何十年も話して でもね、それぐらいですごいサッカーうまいんだっていうんで、まあ東京に来てくれたんですけど、あ、じゃあ本来はそのままサッカーで大学行ってサッカー極めて、まあ、もしかしたら J リーガーになってたかもしれないみたいな。そうですね、なんか。っていう道もあったけど、やっなんぱり利か、用やろうか利な。用やろうかな、なんかふと思ったんですよね、なんか。でも、そええ、の、何だったんですかね、そのきっかけは。きっかけがなんかあれだったんですけど、あ、やろうかなっていう、本当軽別いに気持サッちカーがの、嫌になったとかじゃなくなくて、て、はい、あ。で、それでまあ、やるって言ったら、まあ、本当まあ、父親は喜んでくれたですね。まあ、そうでしょうね。お父様はご自身がね、作られたお店を、あ。後でやってくれるってなったら、そうなんですね。それはあ。でじゃあ、洋学校は行かないで通信だったんですいか？や、洋学校行っおた。ごりの、高校卒洋業し学校に行て、き、はい。おごりのあ、そ学れ校か1年ら間。東京にそうです、そうです。でしたっけ？はあ。だけど、その本そう当、なん。先生のところをお世話になるのも、本当、最初はまあ、両親が、まあ、地元でっていう、まあ、就職そうです先っよていうかですね。ね、あれも考えてたんですけど、まあ、よく全然本部長の藤本先生がよくうちいらっしゃってて、やっぱそれもつい、不意でも本当、あれも10月だったと思うんですけどね。で、藤本先生に、やっぱ東京行きたいってなんか言ったんですよ。で、先生が、また前本部長の下本先生に言ってくださって、で、下本先生から西原先生に、ああ、そうだったんですね。紹介していどうたでだしいたか？東京に来て。は、いや、最初はちょっと憧れがあって、全然違うと思って、これはこういう言い方もあるんですけど、あ、全然違うと思って、なんか。東京って言ったって東京じゃなかったもんね。あ、いや、そんなことないですけど、もう慣れたら、もう全然あれだったんですけど、もう、入って入門、というか、もう行った日に、次の日の朝、やっぱ朝起きて掃除とかされるのに、まあ最初は、その時、まあ卒業されるんですけど、山原さんが一番上だったんですよね。で、山原さんがちょうど玄関で靴磨きとかをされてる時で、私、後ろで手を組んで見てたら、もう違うよ、前に組んで、すぐ手が出るようにしとくんだよって、まあ、そっからが修行が始まったですね、なんか。そうそう。なんですはあ。で、あね。とよく言われたのが、本当も先生とかは絶対一歩も助手するときですね。一歩も先生動かすなっていう言われて。で、この間、幸子さんが山口いらっしゃったときに、まあ、自負なんですけど、幸子先生が技術されるのに、まあ、タオルとか出したりする、なんか、自分で自己満足っていうか、わ、幸子さん一歩も動かさんじゃったとかって、なんか、
何自負もして感ましじてた。ませんでした。で、ああ、自分でなんか納得しちゃった。ああ、で、あと、山口の会員さんに、俺、幸子さん、一歩も動かさないって言ってからなんか。ああ、そこうん。言ってくれればよかったのに。いい。すいません。そいい。こ言えばよかったのまあに。いい全や。然、当然のようにやってる。ありがとうございましああ、た。いいや、本当もう。ああ、そうなんですね。じゃあ、はまあそういう教えから始まって、まあ5年間で、どうでしたか？東京にいた5年間は。5年間でしたよあ。はい。はい。まあ、ね。5年間、はい。うん、まそうずです本よ当、ね。まあ本当まず奥様の料理が本当美味しかったっていうので、うち大体、あれなんですよ、食事一品とお汁っていう感じだったんですよ、家では。それがもう何種類も出たりして、もうすごく美味しくて。あ、それ、ああ、よかったです。よかったです、それは。うん、みんなそこ、いいこと言おうって言うとそこしか言わない。けど、本当もう。あ、けど、まあ、なんか本こ当、今、れ、すごい印は象、はい。あ、どうぞどうぞ。い。いやいや、本当、その、先生のところ5年間があったから、本当、今があるな、と思って、本当、今、思ってますね。あ、そうなんです。修行中、なんかもう、これが本当に一番印象的だな、とか、あ、なんかあり印ま象す的か？では、ちょうど日の30周年記念行事が、中あ央学校であったんですよ。その時あ、私ああ、4年生で、先生から、記念品のテレホンカードを、中央学校まで、8時まで持ってきてくれって言われて、はいって言っはい。て、で、着いたのが8時2分だったんですよ。で、は先生が校門の前に立っていらっしゃって、今何時だ？パッと見たら8時2分ですよ。往復便とかポポーンって。校門の前で。あれが、往復便だった先生が。が、父が忘れてたんですよね。いやいや、忘れてたもうから、前の日あ、に私持っがて持っくてこきとにてなっくてる。たん。はい、あ。それでちょっと2分間ほど遅れてしまってですね。ああ、もう。で、先生がその後、それ島本は。先生がいらっしゃって、今日、なんか、川野殴ったんだよ、殴ったんですとか言ったみたいなんですけどね。それで、島本先生、君、会長に殴られたんだねって言われて、はい、っつって、いや、けど嬉しかったですよ、っつってから。なんか、皆さん、やっぱ他の先生方いらっしゃったんですけど、いや、僕、先生の弟子やけやって殴ってくださったと思って、なんか、そういう考えになったんですよ。ああ、なるああ、ほど。うん、他の人じゃ絶対先生手あげないなと思って、まあ、先生の弟子じゃから、ビンタも時間が、ちゅうことで、あれ本当印象残って。うん。なるほど。ああ、あれそかられもうは、そ本れ当、は。講習とか行くときも絶対もう、1時間前にはもう会場に着くようにして、で、ちょっと早いなと思ったら、近所のコンビニとかで ちょっと時間を、物色って言えれば、あれが本当、はい、今は遅れるけどね。ああ、あ、ってこよとよかかったよった。あかった。と言ってま私したよよね、りさっ遅れき。る、すいません。ああ、そうなんですはい、実感はね。ね。で、あと、幸子さんとの思い出は、ちょうど平尾のお店で3年生の時だったんです。で、スポーツ狩りをしようって、で、後頭部のちょうど真岡の辺を、私が、あっつって、ハサミをパチってなんか入れてしまったかなんかして、で、幸子さんが、もうわざとやったでしょとかって言って、いや、あって言われたんです。で、まあ、あっていうのもあったんですけど、まあ、どういうふうに直されるからって、そういうのがやっぱ見たいっていう、本当、まあ、そういうのもあったんですよね。なんか、それでなんかパチンとちょっと入ったんですよ。入れてたら、幸子さんがこういうふうに直す。で、最後に終わった後に、わざって入れたでしょとかって言われたの、あれが思い出に残ってます。全然覚えてない。あ、そうなんだ。はあ。平野のお店はね、子供のスポーツが多かったです。多かったですからね、はあ、全然覚えてないあ。です覚えてけない、ど。はあ。それとか、平尾。もう、用件本当ありますよ、もう、本そうだね。語り尽くしたから、本当当。ああ、に一形、本晩じ当ゃ足りもないぐらいで。う、はあ、平そう尾ですの、絶対怒らないね。お客さんも、シェービングで怒らしたとか、なんか あ、そうあったんですよ。だ。あ、でも結構やっぱりこう自分、私はほら自分のことは覚えてるけど、やっぱはり人がどう思ったかってことはね、忘れちゃうけど、やっぱり自分のことは覚えちゃいますよね。あ。ああ。なんかね。ああ、それはそれうん。は。で、そんなことがあって、まあ5年間経って、
一人前になって、ああ。山口に帰られて、それからは、順調に、あれですか、そうおで父す様とおね。母様と仲良く。はああ、じゃあよかったですね、お父様。ね、亡くなられたの何年前？い。もう、ちょうど、もう20年になるんですね、今年の10月で。ああ、そんなになるんはだ。い。そうなんでです。も、お父さんとはじゃあ何年ぐらい？じゃから10、もう、じゃから20年からもう、10結年ぐ構、らいは一緒にいおや、父で、様と。はい、20年から、はい、俺はやってます。はい。ああ、そうだったんですね。でも、じゃあお父さんもお幸せで、そうですね。よかったですね。はああ、それはそれは。なるほど。すごいお話を聞いててよい。かったいえ。です。いえ。今、プライベートでは、あれですか？なんか、はい。充実してますか？まあ、充実はしてますね。言えることもあ言るえし、る、ないぞ、言えないこともあるし。じゃけでまも、まあ、こ。楽しく。で、さっき井上さんの紹介で、は刑務所に、まあ、社会奉仕っていうあ、はい。か、で、あれ、まあ、これから、あれですよね、刑を終えて出られた方はい。が、社会復帰できるための、まあ、一助になるようにということで、まあ、理論の技術を教えて国家試験を受けるまでの指導をしてらっしゃるって話でしたけど、はい。はい。それはいつ頃からやってらっしゃるんですか？もう3年前、そう、もう大体あれなん4です年。よね。前は、そうです。山口山本口の、部の、島本先生、藤本先生、あと、木内先生中から、杉谷先生、まあ、旧杉谷先生の方が分かって、から今、4年目か。で、3年ぐらい前に引き継いで。はい、そうです、はどうですか？やってみて、そういう方たちと一緒に、こう、勉まあ、強されて。やっぱり自分も、やっぱり、最初もあれですね、前書とかカッティングせず見て、ちゃんと伝えないといけないなっていう責任感はやっぱ、すごいやる気が皆さんあってんでですね。やっぱりちゃんとこう、社会復帰して、はい。もう一回やり直そうって思う気持ちの方たちそうがです、はほとんどなんですね。やっぱりそれのね、お手伝いができるっていうのは、まあ、自分自身の経験としてもい。幸せなことかですなね、とは思いはい。ますけど。まあそういう思いがね、また伝わるから、皆さんも一生懸命になってそうです勉強はされるんでしょうけど。でもだいたい合格率100%あ、で、100%です。川の学校の、ああ、生いか徒様。なく。もう技術は、だから、試験員の方らも、まあ大体2月、年に1回しか受けれないんで、午前中は普通の一般の学生の学校の国家試験の審査をされて、昼から来られるんですよ、試験員の。に、刑務所ので方もにそは。の中で、刑務所の中で、はい、国受家け試るんで験す。の筆はい。記試験も、筆記試験も中で受けるんです。そうですね、はい。そうなんですね。はさっきちょっと伺ったら、結構その山口の刑務所の方だけじゃなくて、その川の両学校に来るために、結構地方から、あ。あ、そうですね、はい。両の取り刑務たいっ所ていうから方いが、らして、は試験が終わったらまたそれぞれい。帰られるって話だったんですけど、はい。はあ。そういうシステムなんですそうですね。ね。で、大体秋に中四国、あと九州も、ちょっと福岡、佐賀、あの辺の方らが、やっぱ、技術協議会っていうのがあってですね。結構筆大記々中の的な、方たちはの。いろんな利用だけじゃなくて、ぁ、あ。理由の、はい、いろいろ、溶接やら、塗じゃあ装、電気い工、わゆる技はぁ、能五輪みたい技能な。五輪みたいな、はぁ。あれが山ええー、で、口それはで。年齢関係なくも、関係ないく、ろんなはぁ。方たちが。そうなんすですごいです。はあ。ね。じゃそういうのに出場して、そうですね。は賞を取ったりとか。あ。はあ。で、そういう経験がまた皆さんそれぞれ自信にもなるでしょうしね。そうこでれすかね。ら自分がは社会に出た時の。あ。だから、なんかなかもうな本当か。もう、はい、あ。もう、あるっていうか、本当僕、金賞、銀賞とかってそういう感じなんですけど、僕、金賞取りたいんですとか言って、やっぱ、食らいついてきて、どうすりゃ取れますかとか言って、もう本当すごく食いついてきてくださるんで。で、実際にそういう賞を取られた方も、じゃあ過去には。あ、そうですね、何？はすごいですね。い、あ。はい、あ。結構刑務所の中で利用を教えてるっていうのは全国で言うと何箇所かあるんですか？その地方から集まっあ、てくそうるっでてすことね、だったんですはい、あ。けど、新マネまだタそれぞと、れ、はい、あ。
じゃあ各、島根、島根、そんな佐何箇所賀、もないんで何すヶ所ね。も、はい。ああ、じゃあ、まだ結局集まってき集て、まって、はい。そこで勉強してっていう感じにそうなるでんすですね、ね。はい。おー、そういう、けど、その後も交流とかもあるんですか？そういう方たちとは。いや、卒業したな後も。いですね。一あ、回、もう全去年の秋、仮出所された方が、まあ、やっぱ近いからですね。まあ、ちょっと一応顔出して、散髪して帰られて、で、嬉しいで今すね、から、でもそれはあ、はね。で、まあ、島根県に帰ってんですけど、なんか、今、ちょっとお金、この仕事したいから、その前に、ちょっと家の、が、どっか、土木の仕事していらっしゃるんで、そこでちょっあ、とで、お金を働貯いて、めお金て。貯めて、店で出しますって、まあ、言ってきていただくと嬉しいですね、なんか。本当ですね。なんかはあ。こう、じゃあ、すごいですね。その、いわゆる、社会貢献というか、カムさん自身が。いやいや、なかなかこう、やりたくても、できることじゃないはあ。ので、この技術利用っていうお仕事をね、通してそうはやって、社会貢献してらっしゃるっていうのは、なかなか、やりたくてもできることじゃないんで、素晴らしいなと思います。いそうです。や。わ かりました。はい。まあ、もうに、本部長になられてもう何年に。何ですかね、本部長も、もう10年近くなると思います。すいません、ちょっもうと。10年。10年ポイントなんですけど。ああ。ああ、でも結構長くです長よく、ね。はああ、お疲れ様でい。す。そうです。いえ、本当。どうですか、この10年。10振り年、返っまて。あ。とか、まあ、これまあ、から日議会でこんな風にしていきたいなとか、まあ、山口だけじゃなくて、はあ。日議会そのものがこんな風になったらいいなとか、そうですね。何かありまあ、ますか？業界自体はちょっとなり手が少ないっていうのがあるんでですね。まあ、ほんとちょっと、それと、まあ、なり手が少ないっていうのが一番。で、まあ、あとはとにかく、皆さんが楽しく、まあ、生活できればなと思ってですね。なんか、そうなれば、そういうのを伝えていければいいかな。まあ自分もそうなんですけど、みんなに伝えていければいいかなって言って、まあそういうふうに思ってそうですね。なんか、カノさん自身で今後の目標みたいなのはあるんですか？あ、今ま後だのま目だ標は、50代半ばですけど。はあ、まあ今一応前も人いらっしゃる。今店をもうちょっと細くしてですね、椅子台数減して、もう本当マンツーマンでもうちょっと、今も母親と二人でやってるんですけど、まあ最終的には本当一人になると思うんですけど、ちょっともう本当マンツーマンでも、もう絶対よそにお客様が行かれないっていうような店をもう何回でも、また来たいって思ってもくらえもっるてよういただけな。るような、はあ、もう店作りっていうか、そういうのをしていきたいなと思って。そうなんです。じゃあもう生涯現役でそうですやっね、ていきはたいな。ああ、いいことですい。ね。いや、もうサッカーとかは全然してないんですもうか？全然です、はい。全一時、く。青年部から誘って、フットサルとか誘っていただいたけど、まあ絶対無理、もういいっちって。ああ、そうなん。はあ。やったらいいのに。いやいや、もう、この体なんで、もう、いきなり、取った脂肪。ねえ、まあ、お母さんを大切にされながら、はこれからも、まあ、ご自身のね、体調あ。あ、もちゃそうんでとす整ね、えなはがら、また一緒に会を、まあ、山口本部を守りつつ、本部でもいろいろと、アドバイスいただきながら一緒にやっていけたらいいな、というふうには思っあ。ています。はい、お願いいたします、はい。本当。すいません。いい。ありがとう。今日は、井上さん、大丈夫ですか？ じゃあ、今日は、この辺で。はい。りなんがかとうご話しざたいこと他にあります？大丈夫ですか？います。大丈これ夫。だけは言っときたいとか。あ、大丈夫。ちょっいえ。となんか、山口本改部。まって話。ああ、は緊張い。してるし、山口山口本部。本部よろしくお願いします、本当。あ、こちらこそよろしくお願いします。
すみません、なんか今日はちょっと、改まって話すのもな、みたいな感じの中で すいませんでした。でりもが楽としくうごおざいま話できす。ありがとうございましました。ありた。がとうごありざいがとうます。これごからもお仕事頑張ってください。ざいます。はい、ありがとうございまありす。がとうございました。はい、ありがとうございました。の本教は、サッカーをやられてたっていうのを、私、今まで知らなかったですけども、いや、あ、そう東な京の。本部の、はい、東京本部でも、林田さんが、サッカーを高校時代やってて、ああ、そういえば言っサッカーの、てたね。そうですね。なんで、多分、今度、東京いらした時には、林田さんとちょっとサッカーの始めするといいんじゃないかと思います。多分ね、レベル違うと思うよ。全国レベルだからね、菅野さんは。林田さんが全国レベルとは。まあでもね、そうやって楽し、そうですレクとね。かできたらいいですよね。みはんなでね。い。ありがとうございました。じゃあ、本ありがとう日、ございました。幸子の部屋3回目は、山口本部からの本部長でした。ありがとうございました。ありがとうございましはい、ありがとうごた。ざいました。